はじめに、この動画はクトゥルフ神話 TRPG グッドモーニングオールのリプレイ動画です。グッドモーニングオールのシナリオについてのネタバレのオンパレードですので、まだこのシナリオをプレイしたことがなく、これからプレイしたいなと考えている人はご視聴をお控えくださいますようお願いいたします。 Twitter で感想をつぶやいたりする場合は、フセッターやプライベッターなどを使っていただけると幸いです。それでは本編へどうぞ。グッドモーニングオールクトゥルフ神話 TRPG で回していきます。それでプレイ時間は3時間から5時間。みんな時間は平気か？大丈夫だ。じゃあまずはお二人にそれぞれのキャラクターの紹介というか説明をしていただければと思います。はい、ハンドアウト1からお願いします。はい、ちょっと待ってね、イヤキャラ開くからどうぞ。じゃあ自己紹介をします。どうぞ。はい、名前がね一応ちゃんと名前はあるんですが、この子は不老不死の子で、もう何千万年も生きてきてる子なので、ちょっともう自分の本当の名前を本人も覚えていないという設定にしております。なので、名前のところに時代に合わせていろいろという風に書いてありますので、次に自己紹介してくれる、ここみちゃんの好きなように呼んでもらえたらなと思ってます。で、この子はすごい結構シリアス系なキャラクターでね、なんて説明したらいいんだこれ。そのまま読んじゃえば OK。 全部読みます。じゃあお前は化け物だと昔の人間は口を揃えて言っていた。大きくならない体、明らかに周りと違う髪と瞳の色、病気という概念もなかった時代、呪いとか妖怪が信じられていた時代だ。そういうものと私は同一視されていた。違う、私は人間だ。そのはずだ。周りの人間はみんないなくなった。私を虐げていた人々は最後は皆しわくちゃだった。化け物はどっちだよ。おかしい、私以外の人間と呼ばれている者たちは皆成長し衰え、さまざまな理由で最後を迎えている。では私は、怪我をしても病気をしても死ぬことはない。見た目が変化することもない。周りだけが何もかも変わっていく。生きていくにつれ分かった。自分は不老不死の化け物なんだと。誰かが言ったあの時の言葉は間違っていなかったんだと。今は何年経った？何を覚えた？いくつの時代を超えた？今どこを歩いている？私は一体何者だ。刺しても釣っても飛び降りても焼いても溺れても死ねなかった。こんなに痛いのにもう嫌だ。自分は不幸だ。幸せになりたい。今日が最高の日になればいい。今日こそは最後を迎えられますように、というキャラクターです。わあ、かっこいい。お願いします。さすが主人公にふさわしい。いや、ね、結構がっつり作りましたね。素敵だありがとうございます。じゃ あ次ハンドアウトにココミちゃんお願いします。はい、赤金ココミという20歳の女性ですね。はい、消防士やってますっていうので、ですね、まあ名前は何でも、赤金でもココミでも消防士でも何でも呼んでもらえればと思います。はい、で、設定的なところなんですけど、筋肉による筋肉のためのジム、ブロンズマンジム群馬支部を運営する一家に生まれた者は皆筋トレに始まり、プロテインに終わる。汗を流し己を追い込み、体の強さと心の優しさを求め、日々筋トレに明け暮れていた。しかしある日、筋トレに飽きくれている者が稀に発症する難病、ミートヘッドシンドローム、通称脳筋化症候群になってしまう。自身が筋トレを求めて空いている時間すべてを筋トレをしてしまい、徐々に食事も摂取しなくなり、いずれ日常生活もできなくなってしまう病気だ。
少しでも体力が回復したら筋トレを行ってしまうため、体中激痛で吐血もあり、常に体力は消耗している。このままでは長く生きられない。筋トレしかできなくなる前にどうかこの病を治したい。756、746、今日こそ奇跡が起きるはずだ。750、血を吐くほどスクワットをしながら明日を生きたいと思った。で、筋トレです。はい。あのさ、キャラクターが両極端なんだよな。そうだよね。もうネタキャラとシリアスキャラのね、こう混合なのよね、これ。はい、どうなるかとても楽しみです。はい、そして GM は私、卵の君だ。よろしくお願いします。じゃあ、このまず TRPG に対する、注意点ですね。もしこのグッドモーニングオール見たいなっていう人でも、やったことない人はやってから見た方がいいよっていう注意点だけ、あとでピオスナレーションつけといて。 OK。 はい。はい、ナレーションをつけておけと言われたので、軽く、注意事項を言っておきます。今回やるクトゥルフ神話 TRPG というものはですね、一度シナリオを知ってしまうと基本的にもう二度とプレイはできなくなるっていうものなので、このグッドモーニングオールをプレイする予定がある方は、プレイし終わってからこの動画を見ていただければなと思います。プレイする予定がない方はそのまま見ていただいて、ちょっと興味あるな、プレイしたいなと思った方も、じゃあここで一旦閉じてもらってっていう感じでお願いします。はい、以上です。やれ、いや、 TRPG やりたいけどやれないなっていう人はうちのとこ置いて回してあげるから。おー、募集を公募。いや、本当にね、ね、見るのもいいんだけど、やっぱ回ってからね、見てほしいんだよ。見ちゃうとその時の感動が得られないから、ね、とてももったいない。どうしても回す人がいないっていうなら、もういや回してやるからおいでおいで。でも回してやるからとか言ってますけど、私もそんなに TRPG はまだまだ初心者なので、いろいろあのルールがぶっ飛んでるところはあると思います。全部許して、今日は私がルールだ。そうです、神様です。今日は私が神だ。まあ見る人は全員初心者なんだなと思いながら、生温かい目で見てください。そうですね、みんな若葉マークつけてやりましょう。はい。じゃあそんなこんなで、ではでは、グッドモーニングオールを始めていきましょうか。わー、かわいい、綺麗でしょ。これはね、あ、まあ後でいいわ。全部言いたくなっちゃうよ。うん、確かに。では皆さん、飲み物の準備などは大丈夫ですか？大丈夫じゃありません。あ、おい、いや。飲み物速攻で水汲んできます。はい、どうぞ。よし、では準備は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ではこれよりグッドモーニングオールを開始いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。人類が観測したそれは星ではなく神だった。電波ではなく目覚めの歌だった。神は自身の歌を聞いた天体に吸い込まれるように近づいていく。太陽系に接近した時、かつて地球を支配していた神々を全て揺り起こした。ではこれから不老不死さん、あなたの導入から始めていきたいと思います。はい。文明が滅んだ地球を歩き回った。無限の退屈は自身が何者であるかも忘れさせたが、それでもこの星を歩くのをやめようとは思わなかった。過度な栄養であまりにも大きく育った巨木の下にしゃがみ込み、夜空を見上げる。とても多くの星がそこにはあった。そのほとんどがかつて明度を失っているにもかかわらず、今もまだ自身を見下ろすように輝いている。今日はいつになく月が明るく輝いているように見える。星々が明度を失ってから数万年、
今日ほど月が明るかったことは記憶にない。再び歩き出したあなたはお気に入りの場所に向かう。生命のあふれる深い湖やその周辺に生えているたくさんの木々のもとはあなたにとって素敵な場所だ。あなたが訪れると湖がさざ波に揺れ、木々がざわめく。この植物たちの成長はあなたの数少ない楽しみだろう。そして文明の名残である建造物がいくつか地表に点在するこの場所は、遥か昔の歴史を想起させ、少しだけ自身の心が湧き立つのだ。ざわめく木々に寄りかかり、数千万年ぶりに明るい月を見上げる。今日が最高の日になればいい。これはあなたにとって日課のような願いだが、今日は本当に何かが起こる予感がするのだった。というところで、では不老不死さん、まずあなたは知識で振ってみてください。はい。突然振るんだ。はい。知識いきます。すごい。すごいね。すごい。な、え、な、うん。おい、ちょっと待って。ちょっと用意してなかった。用意してなかったクリティカルが。さっきテストで回したときに致命的失敗してるからね、私。あのね、うちがね、このシナリオを回したとき、必ずハンドアウト1がクリティカル出すのどういうこと？え？私一番最初にこれ回した時ね、1クリ出されてどうしよう、困る。では同じ処理をしましょう、はい、あなたにはこちらを贈呈いたします。あげるものがないから、なんだ、はい、今自分のパラメーター右左上のところの自分のキャラクターを見てもらうとちょっとわかるかな。 C チケ、クリティカルチケットというものを発行しました。おい、これを持っていると1回だけ何かファンブルとか何か失敗しちゃった時にその失敗を取り消してもう1回振り直すチャンスをあげます。お、しかるべき時まで取っといてください。はい、だからこれはあのもしもココミちゃんに使いたい場合でも適用できます。ココミちゃんに使ってあげたいですって言ってココミちゃんが使わせてもらいますって2人が了承した時に使うことができます。じゃあ死にそうになった時のもう切り札だ。はい、あのだから、まあ、いつ使うかはあなたにお任せします。使いたいときに私を呼んでください。はい、とでは普通の成功報酬をあなたにあげましょう。はい、ほいっと、何これ。今あなたについて、世界について、地理についてという情報を差し上げました。ちょっとなん情報に振った方がいいですか。なるほど、いや、あ、情報にもじゃあお願いしてもいいですか。はーい、じゃあちょっと待ってね。うんうんうん、よいしょよいしょ、なるほど。あ、やばい、解釈一致すぎる。よかったね、うん、よいしょ。では長いですが少々読み上げさせていただきたいと思います。はい、はい、あなたについて、エピソード記憶はほぼ喪失、意味記憶、手続き記憶は問題ない。まあ、あの常識的なこととかは覚えてるけど、自身がどういう状況でこうなったかみたいなところは覚えてないってことです、うんうんうん、名前も忘れたし、なぜ不老不死になってしまったのかも忘れた。気が狂うほどの年月、一人であてもなく歩き回った。お腹は空かないし、死なないから必要もない。肉体的なダメージで死亡しても数秒で再生する。さまざまな言語をなんとなく読めるし喋れる。世界について、文明は数万年単位も前に滅んだ。滅んだ理由は知らない、もしくは覚えていない。動物は死滅して存在しない。神様と呼ぶほかない存在と、それの眷属みたいなのだけ生きている。
怖いし危ない。植物はゴーツウッドにある生命の泉と呼んでいる場所に唯一存在している。飲めるような水は生命の泉以外見たことない。海は現在水深がめちゃくちゃ浅い。地理について、あなたは現在の地球の地理をほぼ把握している。特筆すべきような場所はあまりない。ほぼ跡形もなく崩壊しているからだ。ゴーツウッド、今最初にいるところここです。イギリス南西部に位置する唯一飲み水になりうる泉、生命の泉がある場所。生命の泉、ゴーツウッド内にある乳白色の泉、めいめいとなく巨木に囲まれている。この巨木は意志を持っている木だが、自分の言うことをよく聞く、かわいい。地球に現存する数少ない植物。ハイパーボリア大陸、グリーンランド付近にある大陸、ゴーツウッドからは遠い。廃墟だらけの地球で、氷漬けになっている神秘的で異質な大陸。かつては科学よりも魔術で文明を発展させていたのだとか。どこまでも排他的な景色に飽きたらよくここに行っていた。ムー大陸、ゴーツウッドからだとハイパーボリア大陸よりさらに遠い。ハイパーボリア大陸から数日南下するとある。その地は科学文明を極めていた都市がいくつもあったらしい。しかし現在は住人から建造物に至るまでほとんど石化している。荘厳な神殿があり、その奥に巨大なタコの石像がある。不気味という情報を不老不死さんは思い出すというか知っています。はい。では続いて重病人さんの導入に入っていきたいと思います。はい。原因不明の病気を患っているあなたは、全身の激痛と吐血を伴う咳で目が覚める。病に蝕まれた体は移動中の仮眠すら許してはくれない。あなたはイギリス南西部のグロスタシャー州の山奥にあるゴーツウッドに向かう電車に揺られている。日本を中心に蔓延し始めた数日で死に至る不治の病に侵されたあなたは、数ある大学病院のすべての医師に治療不可と診断された。高度な延命治療を受けるには金銭的にも人脈的にも現実的ではなかったあなたは、現状死を待つだけの人である。打開策のない窮地に追いられた者が最後にすがるのは宗教か奇跡だ。ゴーツウッドに伝わるヤギの父が数々の奇跡をもたらすという話を聞いたあなたは、人生最後の海外旅行を兼ねて現地に向かうことにしたのだ。いちるの望みを託してなのか、投げやりな気持ちでなのか、それはあなたにしかわからないことだ。ブリチェスターから列車に乗って30分が経った頃、車窓から景色を眺めているあなたは、密集した木々の隙間からちらほらと建造物を見つけることができる。この中にひときわ高い丘の上に円錐状の奇妙な建造物が見える。その建造物には多数の鏡が設置され、多方面に向けて光を反射させていた。まるで一つの大きな装置のようだ。というところで、ではココミちゃん、あなたについてもここで開示いたします。はい。情報貼っときますか。お願いします。はい。ではついでに読み上げさせていただきます。あなたについて、数日で死に至る不治の病に体を侵されており、発作的に全身の激痛と吐血を伴う咳に襲われる。数々の大学病院を巡ったが、会った医師には治療不可と診断されているため、現状死を待つだけ。ゴーツウッドの奇跡をもたらすヤギの父の伝説を耳にし、現在地はイギリス南西部のグロスタシャー州ゴーツウッドというところです。そっか、スクワットしながら血を吐いてるのか。というところで、5分後、列車はゴーツウッドの駅に停車する。プラットフォームがむき出しの滑りやすい板で作られ、
待合室の窓は薄汚れて落書きが書かれている。硬い木製の椅子は塗装もされていない。あなた以外誰も降りない駅に足を踏み出すというところでロールプレイをどうぞ。そっか、一人か。え、一人スタートか。私一人スタート初めてだな。頑張れ頑張れ。ダメル、やっぱり20キロの持ってくればよかった。10キロじゃ足りない。どうしよっかな。とりあえず見える範囲で周囲を見渡して、何がありますか。はいはい、じゃあですね、そしてあなたが周囲を 見回そうとした時に、あなたの病気の発作が起こります。体が耐えられるかどうかの対抗ロールをここで行ってもらいます。50以下が出れば成功です。 CCB もしくは50の技能があればそれで振ってもらえれば。50の技能、半角で50の技能、うん、半角で CCB って打っても大丈夫。はい。あ、やばい、耐えられませんでした。やばい。ではあなたは HP を1減少します。え、気絶するじゃん。チーン。あれ、じゃあこちらで減少しときましょうね。 ありがとうございます。すいません。はい、あかん。ではあなたは気絶してしまいます。バタン。まあ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 、一応ね、ショックロール振ってみましょうか。あ、耐えろ。ショックロールって私やったことないかもです。あ、チャットパレットにね、ショックロールも作ってあると思います。あ、あったあったあった。あ、はーい。私死ぬのかな。どうしようかな。マジか。マジか。あらららら。筋トレしたかった。やばい、出会う前に死ぬんだが。筋トレしたかったという気持ちであなたが倒れ伏した後、その筋トレしたかった病とはまた別の症状がその時体に起こります。体中の筋肉が 脈打ち、病気の症状の方がマシだったと思えるほどの激痛に見舞われます。 HP を 3D6 減少します。 3D6、 絶対3は減るな。 HP を、はい、え、死ぬじゃん。 3D6 はないから作んなきゃかな。普通に半角で 3D6 って打ってもらうと。13減らしてもらえますか。はい、減らし方は大丈夫。って元々が2だったから11かな。マイナス11。どうなるのこれ。なんてこった。待って、私はゾンビで復活できるはず。はい、完膚なきまでに倒れ伏してしまいました。残念。はい、じゃあ不老不死の方に一回戻りたいと思います。はい。え、はい、空を見上げていたあなたは光線が伸びているのを見るでしょう。この地に残っている鏡が複数寄り集まった謎の建造物に月光が反射し、丘の一点を照らしているようだというところでロールプレイをどうぞ。これに関してちょっとまず質問いいですか。はい、どうぞ。これって珍しいことですか。そうですね、うんうんうん、今まではこんなことなかったですね。あ、 OK です。
なんだろうあれ、なんかすごい綺麗な光が伸びているな。なんか今日はいつもと違うからいい日になるかもと思いながら、何か変わったことがないかをちょっとじゃあ周り見渡してもいいですか。はい、周りは特に何も変わりないですね、うんうん、変わっているのはですね、まあ遠目からでも気づっていいでしょう。なんか光線の先に扉のようなものがありそうかなっていうのが見えるでしょう。何あれ、扉？そんなものなかったと思うけどな。まあ退屈してたところだし行ってみようかな。行ってみますか。はい、行ってみます。はい、ではあなたが光線の先に向かえば、何万年も閉じたまま開くことがなかった石造りの扉が開いていることに気づきます。扉の内部は洞窟のようになっており、中心に意識を失っている人間が一人倒れています。ほう、ではですね、ここみちゃん、はい、 2D3 を計4回振ってください。バラで4回、 2D3、 はい、はい、ちょっとコピーしよう。1、2、3、4。お、ちょっと待ってね。16かな。何の反応なんだろう。あれ、ダイスの神様にすごい嫌われてるんだよね。はい、では今何が起こったかをご説明します。はい、今あなたはコントパウが 2D3 増加し、はい、イントと APP が 2D3 減少しました。最終的なパラメーターをお伝えいたします。はい、今あなたはコン耐久力が18、パウ精神力が20、イント元の地頭の良さが4、あ、APP が12。あれ、 APP が下がった。頭クッソ悪くなったのでは。うん、頭クッソ悪くなった。うん、やばい。元々悪かったけどめっちゃ悪くなった。あれ。そうですね。え、さらイントそのぐらいって大体どのぐらいの、もう結構なんだろう、小学3年生ぐらい。ああ、うん、オッケー。もうちょっと低いかもしれないな。まあ小学校低学年ぐらいと思ってる。なるほどね。もう幼稚園でもいいかもしれない。幼稚園児だ。幼稚園児だね私。はい、あら、幼稚園児になろう。イントが低かった。そうか、という状況になっております。はい、でさらにですね、ここみちゃんは今はわからないかもしれないんですけど、どうやら頭にはヤギのような角が生え、手は爪が鋭利な異様に変化している。不老不死のあなたは人間ってこんな姿だったかなと少し疑問に思うことでしょう。倒れている人間はそんな状態でも生きているようです。不老不死さんどうしましょうか。とりあえず、まあ今意識がない状態なんだろうから、応急手当てとかできますかね。応急手当て、あー、はいはいはい、まあしてもあんま意味ないだろうけど、まあ、なんか声とかはかけない。あ、声かけます、かけます。あ、じゃあぜひかけてみてください。生きてる？ちょっと大丈夫？あなたなんか人間じゃなさそうだけど人間でしょ？ちょっと目の前で死なれたら困るんだけど。ではここみちゃんはそんな不老不死の呼びかけで意識を取り戻すことでしょう。
不老不死のあなたは何万年ぶりとの人の会話を試み、ココミちゃんは起き抜けに APP が18の絶世の美人を目にすることだろう。というところでロールプレイをどうぞ。あ、目覚ましそう。大丈夫？あと5分寝る。いや、今もう結構死にそうなんだけど、あなた。また多分5分寝たら死ぬけど。わかった。朝ごはん何？朝ごはんか。この辺に食べられるものってあったっけ？あなたのその脇に落ちてる、なんだろう、飲み物かな？それはあなたのご飯じゃないの？これ？後で食べる。あ、そっか。これなーに？頭のこれ。私が見た時はもうあなたはそんな感じの格好をしてたけど、もともとそういうことではないのかな。違う。ではココミちゃんは自身の肉体の違和感に気づきました。それは自身の手や頭頂部が異様に変化しているということと、全身に先ほどまでの痛みがなく呼吸が苦しくないということです。産地チェックをお願いします。私が産地チェック。はい、そうです。はい、もともとそういう人だと思ってるもん、多分な。お、成功ですね。では成功で1減らしてください、産地を。やばい、ギリギリだったギリギリだった。ぴったりセンスでしたね。ぴったりだね。危なかった。まあ、あの、いいよ。ロールプレイ、イントを読んだけど、そんなに引きずらなくても。あ、そうですか？会話にならなくなっちゃうからね。なんかね自分が持ってたプロテインもプロテインだと分かんないからね。なんかね あれ、プロテインだったんだ。あ、そう、なんかプロテイン持ってるって書いてあった。ちなみにですね、あなたが持っていたであろう、その飲み物とかプロテインとか、なんかその、献血みたいなやつとかは、すべてあなたの横で塵とかしています。あ、じゃあ飲み物の残骸を見てそれは違うのって聞いてたってことか、私が。はい、そうです。なるほどね。だからなんかそれは違う。では続けてロールプレイをどうぞ。はい。あなたは誰？私は誰なんだろうね。私自身もちょっと覚えてないっていうか、わかんないんだよね。そっか。まあ、いろいろ事情はあるよね。あなたの名前は？私は赤金ココミ。ココミでも赤金でも消防士でも何でも呼んで。消防士？あ、消防士さんなんだね。そうそう、もう今は休んでるけど。そっか。じゃあココミって呼んでもいいかな。うん、私のことは好きに呼んでもらって構わないよ。じゃあ青梅ちゃんで。青梅ちゃん、うん、わかった。青梅ちゃんはここの人？まあここの人ってほどここの人でもないけど、ここはまあ私の庭みたいなものかな。ココミちゃんはなんでこんなところで倒れてたの？それがなんでここにいるのかわからなくて、なんで爪がこんな風になってるのかもわからないし、でも体は痛くなくなってるし、
うん、私病気だったんだ。もうじき死んじゃう。え、もうじき死ぬくらい重い病気だったってこと？うん、全身が痛くて血も吐いちゃって。でも今は全然そういうことがない。なんでだろうか。じゃあ今すぐ死ぬってことはないんじゃないかな。うん、そうだと思いたいな。うん、うん、あ、ところでこの辺でヤギ見なかった？ヤギ、ヤギか。命名の木って言ってたっけ。ちょっと待ってね。まあ、命名と鳴く巨木ですね。なるほど。ヤギは知らないけど、ヤギみたいに鳴く木なら知ってるけど。ヤギみたいに鳴く木？うん。へえ、ディズニーランドか何かなのかな、ここ。そういう感じのアトラクション系な感じではないけどね、この廃れた世界は。でも普通巨木は鳴かないし。そうなんだ。うん。もうそれが普通だと思ってたな。あ、そっか。まあでも私が普通じゃないしね、今。そうみたいだね。私はもうその姿で出会ってるから全然違和感はないけど。そっか。まあ一応ココミちゃんはこんな感じ。パシャ。いいね。あ、こういう感じなんだ。はい。まあ、私が勝手に作ったから。いいね。これあれですよね。多分改造しづらかったと思う。そういうことか。ごめんなさいね。すいません。なるほどね。もともとの消防士の格好だと、帽子を突き破らないといけないからね。うんうん。うんうんうん。じゃあ、まあ一応その、木のところに案内しようか？いいの？うん。まあココミが言ってる感じのヤギとは違うかもしれないけど、この辺でヤギって言ったらそういうことしか思い浮かばないし。うん、でも面白そうだから見てみたい。死ぬ前にやっぱそういうのいろいろ見ておきたいし。あおめちゃんお願いできる？わかった。じゃあついてきて。うん、はい。では外に出るということでよろしいでしょうか？はいはい、はい。ではココミちゃん、あなたが外に出ると気を失う前とは様変わりした風景が広がっている。青々としていた山は地面が露出しており、木どころか草一つ見当たらない。橋や細々とあった住居とおぼしき建造物はかろうじてそこに何か立っていたというくらいにしか判別がつかない。唯一残っているものといえば円錐状の奇妙な建造物ぐらい。その建造物が月光を乱反射、収束させ、その光は今あなたたちの立っている場所に降り注いでいる。うん、ではこのまま生命の泉に行っちゃっていいですか？はい。あ、でもここみーちゃんがなんか喋りたければ。みーちゃん、ここみーちゃんは、わあ、何これ。すごい、あの光何って騒いでます。これが普通だと思ってたけどなぐらいの気持ちで、じゃあ案内します。では生命の泉に向かいたいと思います。はいはい。飲み水を求めて、もしくは青梅ちゃんのお気に入りの場所として訪れるかもしれません。そこには黄色混じりの乳白色の泉がある。泉に近づくと日頃青目が訪れる時よりも木々が一層ざわめく。いつもより大きくめいめいと鳴く木々はのたうつ木々のめいめいと鳴く木々はのたうつ巨木のような胴体に、その太さに釣り合うヤギの足を持った異形だ。死体から伸びているのは
よく見ると枝ではなく 薄黒いねじれたロープのような触手という方が的確に見えるでしょう。うん。おお、びっくりした。相変わらず可愛いなお前は。というところで、ココミちゃん3チェックです。だよね。中身が私もびっくりしたもん。びっくりしたって言ってたもん。では成功で産地を 1D3 減らしてください。はい、 1D3、 うんうん、では産地を2減らしてください。羊の音うるさい、大丈夫？うん、大丈夫、大丈夫です。ねえ、かわいいね。というところでロールプレイどうぞ。うん、着いたよ。ここがめーめーって鳴く木。おお、ファンタスティック。え、これはヤギ、ヤギなの？ヤギ？ヤギとはまた違うかもしれないけど、でもヤギの鳴き声でしょ？え、おそこれ。全然、私の言うことは多分普通に聞いてくれると思うよ。可愛いんだよ。あ、怒ったりしない？怒る？ちょっと聞いてみよう。あ、大丈夫そうだね。あ、よかった。え、この子足生えてるけど、もしかして動くの？動きはしない。動きますね。動くんだ。うん、まあそこそこ動くかな。あー、そうなんだ。ねえねえ、もし話ができる感じなんだよね。うん、多分意思持ってると思うよ。そっか、私にはなんか返答が分かんないんだけど、あの足の間のところって普通のヤギみたいにおっぱい出る？どうなんです？いや、木だから出ないですね。あ、なんかちゃんと覗いたことないけど、一応覗いてみる？うん、覗いて、うん、じゃあちょっと見てもいいかな。うん、じゃあちょっとだけ失礼して、よいしょ。まあじゃあ見ると乳はないようですが、うんうん、樹液がありそうですね。なるほど。うん、まあ乳絞るとかそういう感じじゃなさそうだけど、液体みたいなのはあるよ。あー、そっか。この樹液はなんか関係するかな。うーん、わからない。私が普通の世界で生きていた頃はね、うん、まだ病気だった頃は、こっちの方でヤギの乳を飲むと病気が治るって、病気が治るだっけ。ですね、まあそういう伝説があったようですね。病気が治るみたいな本当の話かどうかなんて全然わからないんだけど、そういう話を聞いたことがあって、それでこっちの方に来たんだ。うん、もしこの世界のヤギも、ヤギというか木だけど、一緒だったら飲んだら治るのかなみたいに思って。樹液、うん、舐めてみる？まあ、あと樹液の他に乳白色色の生命の泉の水があります。うんうんうん。まあ樹液は一応取るだけ取っといて、こっちの泉はどう？ああ、何これ、温泉みたいな色してるね。うん、もともとこういう色だったみたい。へえ、え、飲めるの？これは飲めるよ。味は？味
か。特に私は好き好んでそんなに飲まないからな。あ、そうなんだ。たまに飲むかなくらいだけど、そんなにはっきりとした味があるわけじゃなかったと思うけど。うん、ちょうど喉も渇いてるし、樹液はちょっとドロドロしそうだからこっちにもらおうかな、とりあえず。うん、では泉の水を飲みますか。飲みます。はい、ではあなたが湖の水、乳白色色のこの湖の水、体が焼けるように熱くなります。あれや、熱い熱い。どうしたの、なんで。この毒に対抗できるかどうかの対抗ロールを行っていただきます。 45% 毒なのこれ。熱いよ。嘘、熱いよ。まあ厳密に言うと毒ではないんですけど、まあ、この泉の水を飲んでしまったあなたは何らかの異常が体に来たしてしまいます。あわあわします。45で大丈夫ですか。はい、 CCB イコール45があれば、なかったら CCB で振って大丈夫です。はい、45以下が出れば成功です。お、お、素晴らしい。よし、生きた。あ、大丈夫。では成功したあなたは再び 2D3 を2回振ってください。あれや、 2D3 を2回。おお高いね。高いな、高いな。少々お待ちを。ていうかこっちの世界のもの口に入れない方よかったか。はい、では今基本飲む。あ、そっか、はい、あなたはですね、コントパウが上がりました。お、あなたは今耐久力が23、パウが25です。強すぎ強すぎ。どんどん体だけ筋肉がついていく。 そして頭に入っていたヤギのような角や爪が肘あたりまで異形化が進み、角は以前よりも伸びています。まあ、しかし喉の渇きや空腹は満たされ、体に活力がみなぎるようです。そして全身の激痛と吐血を伴う咳が止まっています。うん、なんか苦しんでる間に爪とか角とか大きくなったけど大丈夫？大きくなった。でも超元気。おー、そっか。あ、じゃあよかったのかな。どうだろう。でも正直こんなに気分晴れやかになったの久しぶりな感じがする。ここ変なところだけどすごく面白いし、青梅ちゃんすごくいい人だし。いい人か、ありがとう。あ、忘れてた、ごめんごめん。この子って名前あるの？私は勝手にめいめいって呼んでるけど。めいめいか、めいめい、ありがとう。めいめい、かわいいでしょ。かわいいね。こう、さてどうしましょうか。どうしますかね。この辺ってまだいろいろやってもいい感じなのかな。まあ、あとはですね、そしたら、うん、どうしようかな。じゃあ青梅ちゃん知識で振ってください。はい、あ、ちょっと待って、やばい、樹液と乳白色が今出てきた。知識だね。はい、危ね、情報のとこで振るとこだった。はい、おお、素晴らしい。おお、ではあなたはこの世界についていくばくか知っているので気づくことでしょう。この今ココミちゃんが不思議な体になってしまっていますが、もしかしたらそれはハイパーボリア大陸の魔術なら何とかすることができるかもしれないと気づくことができるでしょう。ハイパーボリア大陸、
ミッパーボリア大陸。あ、これか。なんかあったね。どこだっけ。情報の3つ目ですね。地理について。ここみ。ん？もともとここみはそういう体じゃないって言ってたよね。うん。角はないし。でも、これってごめんなさい。左手は、はい。左手も一緒に異形化してる感じ？はい。両手。手とかも全然こんな風なんじゃなかったんだよ。あ、そう、左手か。左手は無事でもいいですよ。あ、ごめんなさいね。じゃあ。では、この左手の方みたいに両手こういう感じだったんだよ。それ、直したい？まあ、向こうの世界に戻れるんだったらやっぱ直さないと、これじゃ仕事ができないし、というかそもそも帰れるのかどうかもよくわからないし。そうだよね。こことはまたやっぱ違うところから来たっていうのは言動から全部伝わったんだけど、となるとそれをやっぱ直す必要があるよね。多分そうかな。でも正直これ直してまたあの激痛が来たら嫌だから、ちょっとこうなっちゃったことと私の病気が治ったことの関連はやっぱちょっと考えておきたいかなって思う。治ったのか分かんないけど、まあ治せるなら治したいよ。そうだね。体調というかその病気自体が良くなったかどうかっていう関連がそれがあるかは分からないけど、その異形のものについてのなんだろう、直す方法がもしかしたらあるかもしれない。本当に？ここからちょっと、まあここはどこ、ここはゴーツウッドですね。ここはゴーツウッドか。ここからは結構遠いんだけど、ハイパーボリア大陸っていうところがあるのね。そこはなんか魔術とかを取り扱っている場所で、もしかしたらその場所に行けばこれを治す魔術とかがあるかもしれないなと思って。行きたい行きたい。魔術とかすごい、私の世界そういうのなかったもん。あ、そうなんだ。行ってみたい。じゃあまあ一縷の希望にかけて行ってみる。では移動しますか。はい。ではあなたたちが移動しようとすれば、巨木の一匹が触手を差し出します。そして巨木は、メイメイはあなたたちを軽々と持ち上げて触手で絡め取ることでしょう。あや、メイメイどうしたの。メイメイ、すると巨木はあなたたちを自身の背中に乗せます。青梅ちゃんが向かう先を指示すれば、巨木はその方向に向かってくれることでしょう。あら、かわいい。めー、連れてってくれるんだ。ありがとう。じゃあハイパーボリア大陸まで連れてって。その指示を聞き、巨木は、メイメイは嬉しそうにメイと人泣きすると、ヤギユのような足を大股に広げ歩み出す。このスピードであれば移動時間を大幅に短縮できそうだ。やったー。しかしそれでもあなたたちは何日も巨木の上で過ごすことになるだろう。では向かいましょう。かわいいメイメイ。